サプライ、エスオで紹介します。今日なんですけど、ゲストに来てもらってて、紹介します。スカサちゃん。スカサちゃんです。お願いします。軽くじゃあ自己紹介してもらって。スカサです。トランスジェンダーです。英語勉強してます。カナダに留学して、今帰ってきて、この後オーストラリアにまた留学行きます。英語話せるようになりたいのと、はい、あと、海外に住みたいのと、はい、なんかいろいろ探してる感じかな。放浪してる感じの。とりあえずその海外に留学もしてたし、俺もよくさ仕事のツアーとかで帰ってるじゃん、そういった意味で海外志向だから、はい、だからその海外留学したい人とか、その海外に興味がある人とか、まあ、いっぱいいると思うんだけど、はい、だからそういう人たちに背中を押したりだとか、はい、留学こんなもんだよってことをまあなんか、まあ、伝えてあげたいなと、はい、うん、海外に行くのみんな怖いとか大変そうとかお金かかるってみんな思ってるかもしれないけど、意外とねそんなこともなくて、はい、みんな助けてくれるし、はい、あんま話せなくても行けちゃうなってつかさは思う。逆に俺はその海外に8ヶ月ぐらい、カナダ8ヶ月ぐらい行ってたみたいな、俺はいろんなとこ行ってるけど同じ場所にそのずっと滞在したことはないんだよ、うん、俺は。だからある意味留学っていうようなスタイルを取ったことがなくて、はい、だからなんかもう逆に俺行きたいって感じなんだけど、はい、でもなんか、まあ、まずはやっぱ行ってみる、行ってみることでさ、うん、なんかなんとかなるっていうのさ、うん、あると思うんだよ、実際にね、結局なんとかなるじゃん、人生なんて、人生そう、ただ行く勇気がなかったりとか、はいはい、踏み出したでもなんか、とりあえず行った時はワーホリっていうさ、ワーホリを使ってるの、ワーキングホリデーっていうビザを、はい、18歳から30歳ぐらいまで、若い子はそれを絶対ね、利用した方がいい。絶対に使うべき、うん、もうあれをやるだけでビザも取ってくれるし、その中で、まあ、自分でなんか自由でいい、うんうん、仕事はね、自分で探すの、うん、あ、自分で探すの、自分で探すの、一番ホイールビザ取って行って全部自分で探すの、面接、レジュメって言うんだけど、はいはい、海外履歴書、レジュメをいっぱい作って、はい、それを募集してたところに回して、それはリストをもらえるわけじゃないの、ワーホリ側からもらえるわけじゃない、そうなの、そうなの、自分で調べるからやるんだけど、まあ、それができないなら、まあ、留学もできないと思うから、うん、そこはまあ挑戦としてね、うん、やるだけで、ビザを取ってくれるだけなんだけっていうビザなんだけど、そう、方法があって、うん、深さの場合は自分で申請して自分で取得したんだけど、エージェントを使う場合があって、代理でやってちょっとお金払ってやってもらったり、まあ、無料のエージェントもあるんですけど、はい、いろんな方法はある、学校のサポートとかはしてくれる。でビザだけ取ってチケットも全部、チケットも全部で、その滞在先というか何、あ、家はその学校入る場合はホームステイとかを学校側との何かあれでやってくれたり、あとはホームステイ自分で決めたり、深さの場合は普通にシェアハウス、シェアハウス、うん、で一人部屋のとこ探して住んでた。一人部屋っていうのは、なんか 2LDK、 そう 2LDK みたいなとこの、はい、個室あるよ、ね、そう、個室あってリビングとスペースみたいな。結構誰でもじゃあワーホリには参加できる、うん、だから面接とか審査みたいなの、審査は一応あるんだけど、一番審査が難しいのはイギリスのワーキングホリデーさんで、それはそう人気があったんですけど、オーストラリアとかカナダとかニュージーランドとかは取りやすいかな、比較的に。オーストラリアこそ人気ありそうだよね、うん、こんなんじゃん、うん、スペインもあるし、うん、ヨーロッパもね今すごい増えてて、スペインもフランスもあるしね、うん、実際8ヶ月行って、うん、どう、うん、全く喋れない状態からいいか、行った、カナダに入って、まあ、なんか司的にはすごい話せるようにはなったけど、まあでもだいぶ上達はしたわけじゃん、したかもしれない、れ、うんうん、だけどもう本当にワーキングホリデーとか海外留学に行く人に絶対に言いたいのは、もう本当に学校選びが一番重要だと思う、学校、うん、それは語学学校、そう、語学学校、その言語を教えてもらう学校でしょ、英語で普通に例えば歴史の勉強しますか、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて言語で、なんかね語学学習、そう、本当に
和訳とかはないから英語は英語で覚えてっていうスタイルなんだけど、うん、すごいね、教科書だけしかやらない学校もあるし、そういうのはあんまおすすめしないかもしれない。どっちかというとアウトプットの学校がすごくいいかも。いっぱいお話しする学校、深さが行った学校がお話しする、もう絶対に1日1回トピックが決まってて、うん、はいはい、それについて英語でも語るんだけど、うん、先生1人と生徒も2人だったの、3人、まあ、発表の場がある。そうそうそう、またずっとお話しする、うん、だから要は授業で先生からこうなんか受け身でさ、受け身で話し聞いてるだけだと、はい、なかなか上達しないよ、ね、うんうんうん、そうだね、やっぱ英語はやっぱ使っていかないとダメって言われるから、はいはいはい、ダメだと思う。使える環境って結局ないじゃん、日本って、なかなかね、外人の友達がいないとさ、使えないから、はいはい、それは確かにあって、うん、で、一回それいつでも帰ってくれるっていうのは、その8ヶ月行って、一回日本に帰ってくる、うん、まあ、その後スペイン行ったの、その後スペイン、ワーホリね、それは普通の観光で行ったんですか。それいつでも帰ってこれるし、またいつでも行けるみたいな。そう、いつでも別に移動はできるんだけど、そのビザはワーキングホリデーのビザはその入国してから1年間有効だから、もう出入りも自由だし、出入りも自由、その1年間だから、まあだからその間自由にしていいよってことだ、うん、完全にそう、好きなのに帰ればいいし、うん、ずっといてもいいし、うん、働けるし、めちゃくちゃいいだな、うん、そう、まあ、ある程度自分でやらなきゃいけないことももちろんあるけど、うん、まあ、それは大事なの、自分で動く力っていうか、うんうんうん、それは絶対に必要だと思うから、うん、そうだね、30歳までだから絶対に利用した方がいい、うん、まあ、世界も広がるしね、うん、31かな、31かな、ちゃんと調べましょう、まあでもそんな感じ、そんな感じ、絶対に使うべきだと思う、すごいいいサービスっていうか、はい、あれも優れた、あれは何、ワーホリにお金払うの、ワーキングホリデーのビザを取るのには国によってお金料金が違うんだけど、はい、オーストラリアは450ドルかな、申請するとき、ああ、じゃあまあ5万円くらい、うん、450ドルと150万円以上入ってる口座の残高証明、はい、英語の残高証明と、あ、英語表記、あとは、まあ、健康診断が必要な国もあったり、はい、国によって違う、カナダはね、安かった、1万円くらいだったかな、あ、そんなピンキリなんですね、そう、1万払えば別にそれができる、そうっすよね、すごくない、すごい制度、抽選だから一応抽選、あ、抽選なんだ、抽選っていう、あ、やつ、全員がじゃあできるわけないんだ、基本カナダとオーストラリアだったら行ける、あ、そうです、認定あるところは抽選、そう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 、イギリスとかは多分、うん、まあ、でもなんか私がカナダに行った理由は最初アメリカがなんか近いことに憧れたから、ニューヨーク、そうそうそう、ニューヨークが、うん、はい、そ、大きだったら1時間半ぐらい、そんなイメージないけどね、なんかカナダって言われるとね、そんな詳しくないとか、うん、そうだ、でも意外とニューヨーク隣だもん、隣、実際まあ8ヶ月カナダ行って、うん、コネクションっていうか、うん、出会い、うん、そしたらどうだったの実際、実際はもう最初もう誰も知らないし、誰もいない国に行こう、知り合いがいない国に行こうって思って行ったんだけど、それってさ、ワーホリの仲間とかいないんだ、そう、自分がエージェント使わないで、もう全部自分で申請して、誰がワーホリにカナダ来てるの知らないし、知らない、そうなんだ、でも完全には単身で乗り込んだ、そう、単身で乗り込んで、で1ヶ月間エアビーとりあえず日本にいる時に取って、うん、で、ついてエアビーの部屋、あ、それで学校からの寮じゃなくて、そう、最初学校行くつもりなくて、もう行ったら速攻働こうと思ったの、ビクトリアズシークレットで働きたいなとか、お化粧品のセフォラで働きたいなとか思ったんだけど、まあ超舐めてて、それは結果英語話せないと絶対に働けないし、そういう海外系のところは接客だよ、そうそうそう、それ舐めてたから、そのまあ日本人レストランとか日本人のラーメン屋とかなら働けたんだろうけど、私はもうやっぱ英語頑張んなきゃって思って学校に2ヶ月目から入学して、はい、そっから8ヶ月間ずっと学校通った、うん、学校行かないつもりだったの、学校行かないつもりだったの、学校に行ったらさ、寮はそれは学校が提供してくれる可能性もある、あるある、全然ある、でもエアビーは自分で、それは自腹でお金を払って、自腹で、うん、でしょ、うん、
で、それで行って、どうとか出会いっていうかさ、まあ、コネクションっていうのが、うん、そこが一つの目的でもあるじゃん。やっぱ新しい広がりっていうかさ、うん、まあ、もちろん何かにつながるかっていうこともあると思うし、やっぱりその人と出会うことでさ、海外で全然文化が違う人と出会うことで、感覚が変わったりとかさ、世界が広がったりとかすると思うんだけど、うん、まあ、そこら辺、どうかな。やっぱ自分から、まあ、クラブだったりなんかイベントだったり、その行かないと出会えないから、まあね、そうだね、そういう場合ね、そう、工場に行かないとね、工場に行かないと出会えないから、うん、クラブに行った、うん、よくクラブに行ってる、クラブに行って、まあ、お酒飲まなかったけどクラブ行ったり、あとはたまっ、まあ、Tinder やった。そう、まあ、まあ大事だよね。そう、Tinder で、まあ、現地の人と出会って、そう、連絡取ったりしてたね。Tinder で出会った人に連れてってもらったダンスのイベントで、すごいいい人とも出会ったし。出会い大事じゃん。そう、出会い大事なの。だって出会いが全てじゃない、うん、海外行くってさ、うん、だけど司が言って思ったのは、誰も知らない、誰も友達もいない国に行くよりかは、誰か日本人の友達がいたり、うん、まあ、日本人がいる学校に入って友達を作るっていうのが結構近道かも、うん、誰も知らない人マジで何もわかんないし、うん、まあ、つながりも連鎖していかない、そうそうそう、そう、ね、連鎖が重要だと思いました。よく言うけどさ、まあ、恋人じゃないけど、うん、まあ、彼氏の話は分かんないけど、うん、作るっていうのは一番やっぱ近道だよね。一番近道、そこには至った、至ったんだ、至った、だったら結構上達するんじゃないの。うん、すごい発音もね、厳しく教えてくれて、やっぱね、日本人だとR とかちょっと難しい、あー、語学学校に通いつつ、うん、からでね、そう、で、まあ、その恋人と恋人会話で英語を学んできた、うん、学んできた、で、これ今戻ってきたのは何だ、一回スペイン行って戻ってきたわけだ。戻ってきたのはオーストラリアのビザを取るために戻ってきた。それはもうカナダはもういいや、もういいやったんです、あの、すごく寒いの、寒い。まあそうだよね。正直さ、寒いからこそそういうなんかその本来の目的を追従できるからいいのか、なんか。ああ、わかる。結局やっぱあったかいじゃん、そのオーストラリアとかさ、それこそまあバーホリにハワイとかないと思うんだけど、うん、ハワイとか行っちゃって、まあハワイ語学勉強行く人もいるじゃん。はい、でもああいうとこ行っちゃってさ、気候がいいからさ、まあ遊ぶのなんか別になんて、あの仕事しようとか、そう、向上心に向かない気持ちがなんか難しくない、その心が持っていかなくて、気持ちが持っていかなくて、寒いとさ、うん、結局やるしかない、やるしかない、排水の陣、うん、こんだけフィンディーが外で遊びに行こうとならないらそういうのあるよ、うん、だから楽しいかもしれない、人生充実化するかもしれないけど、本来目的としてきたことっていうのはなかなか達成しづらい環境的に、うん、って思うんだけど、まあでもまだ行けないし、まだわかんないですよね、これが。そうだね。まあでもそこにはさ、まだ違った目的もあって、うん、まあ、これ言っていいのかないけど、パートナーみたいな人もいるかもしれない。うん、でもやっぱそれとはやっぱ一緒にその人で、ね、うん、過ごすことで、また英語っていうのは、まあ、上達はするよ。うん、そうだね。うん、それは本当になんか、いい環境だよね、うん、この上ないい環境で、どうやって勉強するよ、ね、うん、あと、どっか常連になるとかはいいかもね。常連、バーの常連になるとか、だったら店員さんも覚えてくれるからお話するようになるし、やっぱね、一般の人と話す環境が一番重要かもしれない、そのスラングだったり流行り言葉だったりね、話せるようになるからね。実際どのくらいかかるんですか。私はちょっとあの稼ぎたから、あの、まあ、私が知りたい人に例にはならないかもしれないけど、まあ、高すぎる例として、稼ぎは私の場合は1ヶ月1800ドルぐらいかかったかな。高くない？高くない？やばいね、1800万だっけ。間違った、間違った、20万ぐらいでしょ。20万ぐらい、それは量含め
要素含めてじゃないか、じゃそうだった。どんな学校なんですか？平均どんぐらいですか？平均はなんか、大体みんな周りの人は、ホームステイと、そう、込みでそれがなんか、エージェント通さなかったから、ホームステイ込みで大体20万ぐらい。ぐらい、まあ、20万かかるんだ。18万ぐらいかな。だから、エージェント通った方が高いって、普通に思い込んでた。なんか仲介手数料そう取られるって思うから高いって思ったんだけど、エージェント通した方が安いっぽい。まあ、それは多分量をたくさん契約してるから、うんうん、そうだよね。まあ、お金に余裕があったら学校行った方がいいし、もうギリギリで行ったらもうついて速攻アルバイト探して働くとかはできる。でもね、英語話せなかったら最初の講座を作ったりとか、その市役所に行って申請とかはちょっと難しいよね。そう、でもそれは自分で一人やったんでしょ。そう、やったの。すごいさ、もう Google のさ、アンセントすごいやん。あー、はい、もう本当にそう。それ翻訳機じゃないけどさ、はい、まあ、ポケトークとかいうのもあるけど、はい、それと一緒のぐらいの機能あるから、うん、全然できるよ、正直。うん、まあ、暮らせちゃうっちゃ暮らせるんですよ。うん、まあ、実際さ、このこれだけなんつうのアプリとか進化してるから、うん、この先さ、トランスレーターっていう仕事がなくなるんじゃないかと言われてるけどさ、うん、実際でもやっぱりちゃんとさ、人と人だからさ、コミュニケーションをどういうことなんだろう、会話ができても、はい、全然違うよね、はい、全然違うよね。全然違うし、やっぱりその英語が話したい人ってさ、うん、やっぱ英語を話したいっていう欲がある、英語がちょっとかっこいいと思うさ、うん、英語を話す自分になりたいとか、うん、そういう気持ちもある、うん、それもすごい分かる、うん、まあ、そこに向かってたのは、まあ、そもそもだから話せればいいっていうのとはそもそも趣旨が違う、うん、趣旨が違うし、これ会話がちゃんと心と心で会話できないと全然なんか先に進まなくない、うん、若ければ若いほど挑戦しやすいし、はい、絶対さ、年を取っていけばいくほどさ、まあ、社会に出て、それこそワーホリすらも行けなくなっちゃったりとか、まあ、例えば家族で行きました、うん、行けないじゃん、みたいなのも、はい、行くことは正解じゃないんだけど、はい、やっぱ世界広げたりとかっていう意味では、若い方がチャンスがあるから、うん、もう若い人は、ガンガンチャレンジしてった方が得だよね、絶対ね。そこからさ、選べるじゃん、別に。うん、選択肢が多い状態で、はい、選択肢が多くなるから。すごい、絶対やった方がいいって言ってた。もし興味がある人がいれば、うん、絶対に挑戦というか、絶対そこに進んだ方がいい。やってみた方がいいよね、うん、なんか本当、私の周りで夢がないとか、何したらいいか分かんないとか、今後不安と思ってる人にはもう全員とりあえずじゃあもう海外行けと、ね、やりたいことがないとかだったらとりあえずその間言葉を勉強したらさ、その期間を無駄にならなかった。まあ、私だから海外外国に行くってことはさ、やっぱ言葉を勉強するプラス、やっぱりそう全然違う文化を学んだりとか、いろんなさ考え方を知ったりとか、うん、視野は絶対広がれるじゃん、うん、それはやっぱ人生の経験としては、まあ、マイナスではないプラス、絶対にプラス世界の視野、まあ、やっぱしかも日本って島国だからさ、海外行くことのハードルが高いの、まあ、今こうやってこの時代になってるからだんだん変わってきてると思うけど、やっぱりそれでもちょっと海外のハードルが高い、だから海外行ってる人英語話せる人がすごいって思われやすいです。でも例えばヨーロッパだったらさ、ヨーロッパってじゃあイタリア、スペイン、フランス、もうなんで日本で言えばじゃあ神奈川、東京、埼玉とかって、だからそういうなんかハードルがちょっと違う、海外の、イタリアの人からすればさ、スペイン行くのも海外なんだ、でも別にね、日本人でいう東京から神奈川行けるって言ってたから、まあ、パスポートは必要にしてもにしても、だからそういった意味では、だから逆にそれを利用してさ、ビジネスしてる、人もいると思うんだけど、だからそれだけやっぱハードルが高いって思っちゃうよね、日本人がやっぱ飛行機使わなきゃいけない、そうです、今安いしね、航空券もそんな高いってわけでもないから、まあ、ちょっとちょうどね、コロナの状況がそれを海外行けねえって思ったら、でもだいぶ変わったよね、だから本数、便数ってか、だから海外旅行、海外旅行者自体が相当増えてるしかって、うん、SNS っていうか、グローバル、インターネットとかね、そこで普及して、海外の人とつながるっていうのが、もう当たり前になって、これからもどんどんなっていくわけで、でまあ、オリンピック、まあ、開催されるか分かんないけど、まあ、そういうのもね、あって、やっぱり、
さ、グローバルな感覚とさ、グローバルな語学力っていうのはまあ、あるに越したことはないし、まあ必須だよね、多分ね。まあやっぱ面白いよね。人生が豊かになるっていうか、本当になんかもう刺激でしかな。大事な流れ的にはもう第二言語絶対に必要だと私は思って、まあ、最低限英語は喋れないと思うんで、やっぱりこのこれだけいろんな海外人が来てる中で会話ができない人、コミュニケーションが取れない人が増えてきちゃうっていう、ちょっとなんかね、不便で、不便だし、まあもったいない、もったいない。結構人って出会いが全てって大事じゃない、はい、出会い結構全てだよ ね人生においてさ、その人との出会いが人生を変えたりするわけじゃん、夢とかもね、それじゃない、だって出会いじゃん、全部そういう、うん、出会い、全部出会い、やっぱその出会いってさ、出会ったのに話せなかったっていうのが、出会って話せたから、はい、じゃあ次のステップに行ったっていう、全部ありえん、それもうそれがいいじゃん、めっちゃそれ、うん、今見つけた、だから話せないだけでさ、すごい大きなチャンスもしかしたら逃してるかもしれないっていう、はい、ところはあるんですね。も、まあ、もし若くなくてね、もうワープリ行けないですっていう人も、うん、まあ、バンバンね、その海外に、はいはい、やりたければだから、やりたければ強制がしない、なかなかでもさ、うん、31超えてさ、うん、海外留学とか、まあ、なかなか難しいじゃん、うん、それって本当人生をさ、うん、全く変えるっていう気持ちがないと難しいと思うし、うん、まあ、それがそもそも生活に必要ないかもしれないけど、うん、まあ、もしやりたいなと思って、でもどうしようとかさ、いまいち行動に移したい人もいると思う、うん、でも一回行ったらまあどうにかなるっていうか、うん、そこに順応する自分にならなきゃいけないわけ、うん、なんとかなるっていうか、うん、なんかそれは自分の考えなんだけど、結局人生においての後悔ってさ、やらなかった後悔と、うん、まあやっちゃったよって後悔、死んだ時にどっちが後悔するんですか、やらなかった、やれなかったって後悔が、うん、大きいっていうか、それが本当だと思うんだよね。そうです、ああ俺やっちゃったわ、あの時みたいな後悔を死ぬ時に思う人いないと思うんだよ、うん、だから結局やらないことって後悔になるから、絶対にもしやりたいって少し思ったら、だからだったらやった方がいいじゃん、うん、でやってで後悔することはないんだから、うん、それね、それをポジティブに捉えて前に進むっていう、もしやりたいと思ったらやった方がいいよね、だから、うん、仮に30超えてても俺はいけませんよなって言ったら、まあなんか一回さ、仮に世界で仕事しないにしても一回世界を知って、うん、そこからまあ日本でまたそれを生かすっていうのもできるし、やっぱ知らないよりはね、なんか知ってるだけでも違う、だってね、アジアとかの方が近いしね、でもそのアジアもさ、日本とは全く違うんですよ。タイとか、インドネシアとか、台湾とかね、近いよね。そこら辺はさ、結構どっちかさ、日本人が優遇されるじゃん。うん、タイの人もそうだけど、日本人の人をリスペクトしてくれる文化あるから、ね、うん、日本人、さわさわまではいかないし、もう、でも日本人っていうだけでブランドはあるわけ、うん、やっぱアメリカとか行くとまたね、ちょっと違うけど、だから、そういうところは、まあ、日本人行きやすい、行きやすいっていうか、うん、気分良くなっちゃって、はいはい、やっぱ滞在してる人とかも、ね、そうだね、行きやすいよね、そういう点。なんか最後、ワーホリに関するアドバイスや、S さんの、まあ、海外。いや、まあ一応海外で活躍されてるんで、なんかアドバイスでもあれば。まあでもやっぱ、はい。行動力が大事だと思うし、本当に海外に行きたいんだっていう思いが強いんであれば、まあ本当に行動した方がいい。でも全ては行動力じゃない？何もかも。行動するには勇気も必要だけど、行動した先にはみたいな感じじゃない？いや、まずなんか行動しなきゃっていうのはさ、行動しなかったらスタートしないから、始まらないし。だから、ロシアだともうゼロだから、うん、そうだね、まあやっぱ海外行くってことは行動力が必要っていうか、簡単なことじゃないの、正直そうだね、だから難しいけど、やっぱ思い切るっていうのが大事、うん、私、iPhone 持ってたら余裕よ、携帯やったらもう Google 先生味方にいるから何でも計算もあるんだ、何でも余裕、うん、まあ、この話を聞いてね、少しでも背中を押してあげるというのはね、あれにね、挑戦したいと思っている方は、ぜひ挑戦してみてください。見てください。ありがとうございました。どうですか、このタトゥー。
有名なボクサーのマイク・タイソンと同じタトゥーが入ってる、トライバルの。でこれちょっとまあ、ドッキリで S さんにこれから出勤するんですよ。でまあちょっと気づかれるまで、まあいつ気づかれるかっすよね。ありがとうございます。めっちゃ長引いたわ、大丈夫イエス。え